アイベックス、キャプラアイベックスは、ヤギ族に属する、哺乳類の一種。主に、アルプス山脈に生息する。日本では、アルプスアイベックスとも表記される。急峻な山腹、時には、ダムの斜面にも出没するなど得意な行動範囲は、ひめの内側にある柔らかい肉球が地表面を、掴み取る構造がもたらすものである。外観は、年々成長 40kg を超える大きさに、 成長する角が特徴的である。この角は珍重されるが、体全体も様々な病気に薬効があるとされ、狩猟の対象となってきた。スイスアルプスに数多く生息していたが、19世紀には乱獲により姿を消した。スイス国内に生息するアイベックスは、1920年代に人工的にっぱなし、獣された個体の子孫となっている。 その後、自然保護団体による保護活動の成果で現在スイスでは約1万3000から1万4000頭のアイベックスが確認されている。スイス東部グラウビュンデン州、ポントレジーナ近郊の山、ピ・ッツアルブリスにはスイスで最大規模の生息地があり、スイスのグラウビュンデン州ではアイベックスを州の紋章としている。イタリアでもアイベックスの保護は 古くからの課題となっており、国内初の国立公園であるグランパラディーゾ国立公園は、アイベックスの保護も目的の一つに設定されたものである。また中東に生息するヌビア,アイベックスは密漁等の理由により数が減少し、絶滅危惧種に指定されている。なお、アイベックス、ありがとうございます。